皆さんこんにちは、なおしです。はなちゃんです。今日はスキーに来ました。イエーイ。2回目ですね。はい、今日来たのは二本松の塩沢スキー場です。ずっと前は稲葉城スキー場に。そうね、前回は稲葉城スキー場で、今回は塩沢スキー場、こんな感じです。今回は、結構簡単なコースと難しいコースがあるんですけど、プロのね、人はね、ボコボコのコースに来て。そうね、今回の来たこの塩沢スキー場はこんな大きくないスキー場なんですけども、ファミリースキー場ということで、リフト券がめちゃめちゃ安いです。今日買った4時間券なんて1200円です。で、食事券1000円付きで1800円、子供の1日券はなんと500円。めちゃめちゃ良心的なスキー場なんでね、今日1日楽しんでいきたいと思います。天気も、いい感じで、ちょっとね、雪ちらついてますが晴れ間があるんで楽しんでいきましょう。せーの、レッツドライ。
らいやね。こんなにキッズしてるんだよ。これから宝拾いやります。ルールは簡単です。一人一つこの玉持ってきてください。なしに僕が立ってますんで、一列に並んで一人一人開けてます行きますんで、自分で開けないで持ってきてください。本当だね。いいですか。中には県内陸渡券だったりサファリーパークのペア招待券、そんな姿が使える券とかが入ってます。お菓子です。お菓子を2つ取ってってください。